夜とするか。夜するか。行くか。行きましょう。ちょっと運が良く来てくれたので、おお、すげえ流れだな。ダークナイト来たんだよね。ダークナイトいいな。ちょっとそれはちゃんとしたあれだな。あー、もうなんかメタナイトみたいな感じだ。どうすればいいの、なんか。スラキチでいいんじゃん。もう初代のあれでいいんじゃないか。スラキチでいっか、じゃ。ちょっともうだいぶ、もうここらへん、もうここらでちょっとなんつうか、ガバッと横なんだよ。スラチキ、エルチキカツのことかな。本当には。よし、スラキチ行くぞ。HP 確保、これはいるべ。これいる。ダイナメタってね、これ。レッパーザメガテ、いいよな、やべえの。おー。なかなかそうなやつがあんな。ブラックファイターか。ブラックファイターはあれだよ。地獄なんかあんま使ってなかったよ。まあ、メタルコラス必要だべ。これか。よーし、オッケー。行くか、じゃあ。ちょ、育てるわ。ちょ、しっかり育てるわ。で、そうね。ドラ。ドラどうすっかな。ドラはどのあれなの ?C か。C ランクか。オクタロ。前とオクタロと一緒にするっていう、まあ、それもありだと思うよ。まあでもそうするって、まあ3人いた方がいいか、でも。ちょっと待って。まあちょっといろいろ捕まえたんだが、アークデモンか。アークデモン。ヘルダイバー。アップ。まあヘルダイバーあたりがなんかまあいい気がするな。そこら辺があれか?ダンビラムーチョ。うんうん。まあまあ、ここら辺の人たちもなんかクマス結構育ってんだよな。ティリティンティン。エルダイバー多いな。この人は何持ってるの?新速バラエティ。ダーミチ。ドグマ用事ツイン。誰にすっかな。あ、火炎とか持ってる。火炎もいいかもな。じゃあ火炎にすっか、じゃあ。はい。行きましょう。さあ、おお、なかなかいい感じで来たな。ヘルダイバー、じゃもうヘルダでいいんじゃん。ヒルダみたいな、なんか。そういうノリでいいんじゃん、ちょっと。よし、ヘルダにしよう。火炎はなんだ?火炎切り、火炎抜き。初心者だから、ちょっとなんとも言えんだよな、そんなんか。で、ドラゴンスピリッツなんか意外とそんななんかあれなんだよね。そこまで正直って感じだったよな。キャドデイニー。それはあってもいいかな。ブラックファイター。攻撃アップか。まあ、攻撃アップとか待ってもいいかもしれないけど。どっちかだな。ドラゴンスピリッツかな。レンジャーか。まあ、レンジャーとかあってもいいかもね。火炎。これがなんかその、激しい、まあ、最低でも激しいものとか覚えてくれるんだったら、まあ、助かるけどな。まあ、一応これにしとくか、じゃあ。はい。よし。で、次は、オクタロウか。さーて、誰にすっかな。アークデモン。アークデモンいけんだ。あ、ギガン、ギガンテスいけんじゃん。ギガンテスか。ドラゴンソルジャー。ワイツか。悪魔神官。あー、Cランクなんだ。亡霊剣士ってなんか青いやつだっけ?これが。アークデモン。アークデモあたりがなんかあれだな。良さげな感じですけどな。あ、このダンサーはありじゃないか。あ、じゃ、この、これにしよう。よし。あ、結構いい感じになってんじゃないかな。てれてれ。あ、まあ、アークでいいんじゃない?よし、アークにしよう。異常回復。まあ、一応持っておくか。バースドラゴン、ドラゴンギル。あー、それいいね。それちょっといいな。異常回復。まあ、回復欲しいよな。メダパイになす。これ、ハッスルダンス覚えるのかな?これちょっと欲しいんだよな。オールドスリープ、ラリフォー。武器系、これもいらないんじゃないか。未来、未来。なるほど。これ3とかあんのかな?メラゾーマ的な。あるかもしれない。これは欲しいな。ドラゴン欲しいな。これはなんかいらない気がするな。あー、スカラファミ作ると。
これかぶってんだよな、このなんか異常回復とこの、この防御が。かぶってるから、まあどっちかでも、でもなんかザオリク結構強いよな、ザオリクが。メラミいらないんじゃん。最初なんかもいらない気がすんな。どっちかだな。まあ、ダンサー。で、異常回復。まあ、スクルトもな。まあ、スクルトもいいんじゃないかな。なんかまあ、すぐ切れるもんだ。これにしよう。よいしょ、オッケー。まあ、一応他の方々もちょっとやっとくか。謎の進化。なんかやたら強いな、これなんか。あ、スライムベアマズンとかあるか。ジャミラスいけんじゃん。うわ、ジャミラスいいな。え、ジャミラスめっちゃいい。それはたまらんぞ。まあ、あえて今やる必要もないけど、まあなんかとんでもない奴がいるんだったら。そりゃやばいな。ギガンテスもちょっと気になるけどな。ギガンテスはどのぐらいのあれなんだ。あ、もう A ランクか。行動遅い。あー、なるほど。ギガントヒルズって何？あれか？あー、こいつか。なかなかすごいな。スライムベアマズンとかいるんだよね。まあ、いずれって感じかな。まあ、とりあえずはいいか。ジャミラスか。そりゃいいな。よし。育てるか、じゃあちょっと。よし。だいぶやったんじゃないかな。とか、普通にも待ち構えてんだよね。さあ、ぶちかますか。ぶちかますで運命してるか、じゃあちょっと。そうか。君たち戦いたくない。そうなんだ。容赦なく始末させてもらうよ。土地狂ってやる。口の中に突っ込んでやるから、ちょっとなんか、バゲながらね、画鋲とかなんつうの。画鋲とかなんか、あれすればいいんじゃない。よーし。さあ、結構やったべ。まあいいの。まあ、これでやってみるか、ちょっと。ちょっと様子見たな。まあ、だいぶ強くなったと思うんだけどな。テレンテレンテテレンテテレンテテレン。これなんだこれ。マジックなんちゃらかんちゃら。フリーザーラッシュ。ああ、まあ効くけど、まああれだな。まあでもちょっとまあ、イオナズン。あいつが強いんだよね、ただなんか。ああ、来た。さあ来たぞ。おっ、イオの耐性がある。これは素晴らしい。もう雫とか使ってもいいかもな。使うわ。もう使うわ。逆にもこれ、ここで使わないとどうするの大変だ。よし。はい。こうこそ使うべきだ。もうバイキルトとかやってほしい。ああ、倒した。いいね。いや、これだいぶ強くなんじゃねえか、ちょっと。爆レンザー。お、こんなアーク強いな。なんだこの、やたらなんですよ。おぉ、くてかもうこれもいけるな。これもいける感じがするんだ。いてつく波動が来たか。よし、一生懸命やったかいがあったな。時々こうなんか剥がれみたいに出てくる。で、一生懸命なんつうの。やったかいがあるところが。てんてりてん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 。どけずぎり。よし。あとお前だけだ。まあ、この携帯で終わってくれるんだったらまあ、私は、万々歳だけど。そうもいかないかしら。うわぁ、ちょっとやってんだよね、マジで。もう使うか。使い。どんどん使うぞ、もう。もう多分これラストあるな。世界中のってあれなんだ。半分だけなんだ。それはちょっと恐ろしいね。さあ、ちょっと頑張ってくれ。ピリン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 。ちょっとピンポイントで狙いすぎじゃねえか、ちょっと。このまた際どいのがちょっとあれだね。ほい。まあ、ザオロルとかにちょっと頼ってもらえねえから、手にロゴを集中でいいぞ。とりあえずヘルダーを殴るしかないから。ドルマドン。な、強っ。強すぎたらいいからなんだよ。なんでこのこいつ強いの、こいつ。
狂ってんだよね。完全に狂ってんだよ。頼むぞ。マジ頼むぞ。よし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 。結構世界中の鈴木とかあれだな、なんか全体のあれのイメージだったけど、こっからも命でいいでしょう。よー、いいですね。この体勢がすげえ大事だな。ちょっと今必死にヒヤッとした。ちょっとガンガンいろいろな、まあ命でいっか、行きましょう。よし、そっちやれないように攻めていこうぜ。ここまでやったことこんなになんか手こずる手こずるってからだったな。結構なあれだな、強さだな。そうね、まあちょっといろいろやってもらって俺が回復すればいいんだけどな。ちょっとよし、ちょっとバイキルで行ってくれ。もうこの戦いを終わらせないで、この戦いを終わらせるんだ我々は。お、いいですね。こいつ体力どんぐらいなんだ。こいつ結構しぶとそうだよな。イオナズン強いな。よし、ばらけたな。まあ、あれが言ってるから使うわ。あ、ないのか、もうないんだ。じゃあガンガン、まあ、ガン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 でいいや。よし、さあうまい子やってくれ。テリンテテリンテテリン。いや、なんならもうちょっともう倒れてもいいぞ。倒れてもいいんだぞ。ふざけてんだよねこいつね。なんでこれ通行なしてくんだこいつ。俺が今まで集めたものがどんどんあるようになくなってくじゃねえか。よし、頼むぞ。ベーハマ、ベーハマだよ。こっちか。よし、殴れ。まだまだ粘るの。よしよしよし、これはラッキータイム、これハッピータイムだな。オッケー、さあ頑張れ。マークデーモンとかにして変えてよかったね。やっぱな、ちゃんと育ってな。戻った、戻ってしもうたか。意外とスラキチ硬いな。硬いんだよね。まあ、ここでいろ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 だな。よろしく。リホイミか、やっちまったなこれは。まだ、まあ、まあいいか。毎ターン回復してくるからな。これ頼むぞ本当に。あ、ドルマドがめっちゃ強いんだよ。おお、よしよしよし、頼んだ。あ、バイ、ああいいですね。バイキルト仕事すぎじゃねえか。ちょっと俺さっきなんか命下げてなんかあれだったよ。何もなかったよな。その後にやられたからな、ばらけてんね。うーん、頼んだ。テレテレテレ、あー助かるね。これや、俺めっちゃ隠すんじゃん。すげえ隠すんじゃん。あいつまだ倒せないの。こいついつ倒れんだよ本当に。攻撃、攻撃、攻撃のバイゲルとかよろしく。さあぶっ飛ばしてくれ。体力これで1万ぐらいの感じだよな。頼むぞマジで。言わずに来たか。もう世界中の失望もなんもないぞこっちは。てんだよね、命大事にして。ちょっとじゃあ使うかこの跳躍層。こっちかな。デベホマやってもらう。うっそうっそ、あ倒したか、よかった。すげえヘナチョコの顔してんだ。もう閉じないで、任せるチャンスなんだ。お前のためだろ。本当だよ。人間家の断りを壊すものだ。この別れでやめ。うん。
よく喋るやつだな。お、これが本物か。愚かな。本が滅びるわけはなかろうに。お、使命が出せる。共に戦い続けた日々忘れません。いろいろ戦ったな。おお、これが我が使命。さよなら言わんぞ。なんかあっさりしたな。あっさりってもうた。澄み渡るような青空が戻った。やがて冷やせずに夜の闇が辺りを満たしても、スペーグリンは帰らない。色と夜とが幾度となく繰り返されたが、ああ、スペグリの姿を見た者は誰もいなかった。10日後。珍しいね、なんかね。このドラクエでなんつうの。そして夜が明けたみたいな。じゃないんだ。探していた。ああ、会長が呼びですよ。会長？誰だ、会長は。ああ、行きませんか。ああ。そうね。もう凱旋ムード的な感じか。さすがチャンピオンだ。トゥル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 。お。もう行けないのか。行くかじゃん。閉じられてんだよ。じゃあ皆様方とちょっと話すかじゃ。新課長就任を決定。誰だろうな。あいつかな。アロマか。メロメディア。なかなか凄まじいな。てああ、入れないか。てギガンテス・ジャミラスとかなんか良さそうだよ。いや、とんでもないやつだって、本当に。デパートお休みなんだよ。てん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 。いけないのか。戻されたな。誰がいるのか、どこに。そこにいる人物が、あれか。おお、いなくなって戻りすぎたか。あの進化剤大丈夫なのかね。まあ大丈夫なのかってことはやっぱあいつかじゃ。その可能性高いな。大事件起こっている。大事件起こりすぎだろ。ちょっとテレテ行くかじゃ。テレテ明るい街だったけど、なんか結構なんかいろんなことがあったな。はい、いろんな恐ろしいことがあった。テレ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 テ
トゥトゥ。はい。差をつけられた感じをしてる。あ、これ勝ち抜くか。ちょっと待って。まあ、待ってくれ。いやー、まさか魔物になっちゃうだなんてな、あいつは。そんなことになろうとは。トゥルルルルル。おの、すげえ、派閥が出来上がってんだ。恐ろしいな。テレテレテーンテテーン。どこだ？ここは。進化者いけつかないわ。見下したのは態度が気になるんだよ。人を見下したような態度。じゃあ行くか。テレテテーンテテーン。謎。テレテレテンテテン、ようこそ。あ、やっぱお前か。そうか、驚いた。おー、頭に収まったってわけ。
金とコネだよね。まあいいんじゃないな。やりたい放題だな。てれててんてて。あいつどっか行っちゃったやん、もう。ほら、悲しいんだ。蛇の滝の人がそうだよ。思い出したわ。うん。よくわかったな。ママが言ったわ。とんでもない息子さんがいるって。てれんてれん、お参りに行ったら。はぁ。お参りとかずいぶん久しぶりだな。てれんてれんてれん。なんか最終決戦でもやんのかな。本当のなんかやんのか、もしかして。さすがにやんないか。あそこまでやっててやんないかも。てれてんてれてん。そうか、まあ、適当に頑張ってくれ。てれてれてん。入らなくなっちゃったな。てれてて。まだもう凱旋ムード的な感じなのかも。あれ、スライム良くなってんじゃん。ああ、なんかそういう風に解釈してる人もいいんだな。うまそうに気がする、うさんくさくさん。ちゃんとそうやって考えることは大事だぞ。大きな川が現れた。何、大きな川が現れたって。てれてれてれ。そういえばなんかここ全然来てなかったな。恐ろしいわ。てれてれ。じゃあノビス行くか。じゃあてれてんてれ。これで凱旋しながらやるかなんか。お？終わりかな。これオープニングの曲だもんな。あれ？あー、懐かしいね。思い出をちょっとあれか、振り返るのが。さあ、あんな最初あんな姿だったもんな、そういえばな。よろしく頼むぞ。いやー、なんかいろいろ、でも本当にあれだな、いろいろあったな。まず最初あのドラゴンがやたら強くてもそこであれだよね。うげーって感じだったけど、なんか。スペグリンか。そういうのがスペディオでよかったかもしれんな。スペグリン、グレムリンみたいなこと。ギガンテスいたの衝撃的だったよな、最初のこの島に。まあ、ぶっ飛ばされたんだな。てんてれんてれん。立派な姿になったな、ほんと。何時と組んでよかった。あの時の選択で間違いなかった。すごい、ちゃんとそうやって言ってくれるもんな。いいことだ。てれてん。おお、来たぞ。さあ、いよいよ来たって感じやな、この伝説の場所に。いろんなやつだったな、こういうな。さあ、お参りすっか。はい。やれれ、こうだったのか、探したぞ。お、おー、帰ってきたか。あそこで待っていてくれると思ったのに、白状のやつめ。やる気満々だな。どうした？さよなら、夜中たずだ。共に戦う日々よきよ。
何時が終わるのマスターなんだから。いいね。いっかじゃ。お、あ、ここで流れんの。ここで流れんのか。終わったか。ドラゴンクエスト。ジョーカー行ったな。やっぱこれよね。やっぱこの曲だよな。珍しいのなんか最初になんかこの曲が流れないっていうのが。凱旋みたいな。あの曲が流れて、別の曲が流れてる。いや、でも終わったか。いろんなことがあったな。結構なんか難易度がなんかあれじゃん。まあ、割と高めというかなんか。あれだよ。ちょっとまあ大変だったかな。敵が急になんかバーって強くなるんだよ。そのパターンが多かったかもしれない。てれてて。まあでもなんかこのドラクエの9話でも味わえたらなんだな。なかなかいい感じだったんじゃ今。てれ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 て。面白かったな。結構でもなんか移動が大変だったな。なんかルーラーとかもっとなんかあのそれぞれの島に行けるような感じにしてくれればすごい助かったんだけど、結構まあそこは大変だったかな。でなんか冒なんかでも冒険感的なものがあったから、一生懸命なんか山登ったりしてそういう感じだったかな。なんかあんのかな、クリア後の。なんかまあ、まあ、ただありそうだよ、その。裏ボス的に。裏ボスとかいいのかな。てれてて。まあ、カルマスをぶっ倒して。あいつ作れんのかな。はい、もう、さすがにちょっとあんまりなんか見たくないやつがあれだけど。なかなかちょっとおぞましいな、会議をして。割とはなんかあれだな、いろいろ楽しめたんじゃないか。なんか色違いのなんかモンスターがなんか割となんかそこそこなんか多かったような感じでしたけど、まあ、そんなことだったっけかな。テリーとかなんかどうだったかな、イルルカとかなんか割となんか結構多めだったような気がするけど、まあでもまあ結構な、まあそれでもまあいっぱいいた方なんじゃないかなっていう、そういう感じがするんだ。へー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 、これを最後に持ってくるってのがいいな。よし、終わって2006年なんだ。もうほぼじゃあれじゃん、もう20年前じゃん、ほぼ。もうそんなに昔なのか。それが信じられないんだけど。よし。では、おしまいにするか。さらばだ。